水彩絵の具を使って壁面に飾る大きな背景を描いてみました。まずハケで水を塗ります。そして水溶きした青い絵の具をその上から塗ります。ティッシュやキッチンペーパーで押さえて雲にしたいところの青い絵の具を取ります。紙が吸水性のあるものだったのであまり雲が白く抜けていません。水でずらさず青い絵の具を塗ってすぐに吸い取ればよかったかもしれません。山や平地は緑を薄めた絵の具で描いていきました。木や森は筆を立ててちょんちょんと押さえるようにして描きました。この背景の上に屋根瓦を貼ったり、鯉のぼりや菖蒲の花を貼ったりして5月の壁面飾りにしました。背景はそのまま使い、上に貼るもので季節感を出してもいいです。